JAS-0009 生鮮トマト中のリコペンの定量急行コード法は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターファミックの申し出により制定された日本農林規格です。リコペンはリコピンとも呼ばれますが、ここではJAS上の呼び方に合わせます。リコペンはカロテノイドの一種の赤い色素で、強い抗酸化作用を持ちます。血中のLDL コレステロールを減少させる機能性などが報告されています。また、トマトに多く含まれていることがよく知られています。この方法の対象は、赤色の熟したトマトです。測定原理は、粉砕したトマトをメタノールで洗浄して、ベータカロテンを除去した後、ヘキサンアセトン混合液でリコペンを抽出し、分光高度計を用いて測定するものです。リコペンは光によって分解します。強い光を当てることは避けましょう。全体の流れです。それでは、早速やってみましょう。まず、飼料の粉砕・均質化です。トマトのヘタを取り、大きな塊が残らないよう、均質になるまで粉砕します。飼料を採取するときは、先の広く開いたピペットなどを使用すると良いでしょう。果肉と果汁が均質になるように混ぜながら、飼料を採取します。減圧ろ過装置の準備です。減圧ろ過装置は、減圧装置にろ過槽を接続したものです。ガラスろ過器をろ過槽にセットします。アダプターを使ってろ過器とろ過槽の間に隙間ができないようにしましょう。ろ過槽の中には排液受けをセットします。事前にろ過除剤だけの層を形成します。ガラスフィルターを少量の水で湿らせた後、ろ過除剤をろ過器に加えます。水をろ過器の8分目まで入れ、ガラス棒でよくかき混ぜた後、吸引ろ過します。ガラス棒でろ過除剤を押し固め、厚さ5ミリメートルから8ミリメートル程度のろ過除剤層を形成します。吸引ろ過しても、ろ過除剤がぬかるんだ状態の場合は、しっかりとろ過できる装置及び器具に交換しましょう。先ほどのろ過除剤層の上に、ろ過除剤混合飼料層を形成します。ろ過除剤 1g 程度を飼料に加え、ガラス棒で混ぜます。飼料をガラス棒でろ過器に移します。ビーカーに残った飼料は蒸留水ですすぎ、全量がろ過器に入るようにします。水をろ過器の8分目まで入れ、飼料とろ過除剤をガラス棒でよくかき混ぜます。この時、下のろ過除剤だけの層を崩さないように気をつけてください。吸引ろ過し、ガラス棒で押し固めてろ過除剤混合飼料層を形成します。リコペンは酸素によっても分解されますので、ろ過除剤を押し固めた後は
速やかに装置の減圧を止めます。以降の操作も吸引のしすぎに気をつけてください。メタノール洗浄によるベータカロテンの除去に移ります。メタノール約 10ml を加え、ガラス棒でピンク色の上層のみをかき混ぜます。1分間静置した後、吸引ろ過しガラス棒で押し固めます。この操作をさらに2回繰り返し、計3回メタノール洗浄をします。メタノール洗浄後のろ液は廃棄します。リコペンの抽出に移ります。ろ過槽に 50ml 用の褐色全量フラスコを設置します。ヘキサンアセトン9対1混合液でリコペンを抽出します。ヘキサンアセトン混合液約 10ml を加えます。ガラス棒で上層および下層両方をかき混ぜた後、吸引ろ過しガラス棒で押し固めます。これをさらに3回繰り返し、計4回行います。4回の抽出終了後、 5ml のヘキサンアセトン混合液を加え、直ちに吸引ろ過します。抽出操作の直後は液が冷たくなっていますので、必ず室温に戻した後、ヘキサンアセトン混合液で低溶します。これを試料抽出液とします。試料抽出液を5倍希釈します。希釈した後、メンブランフィルターでろ過し、吸光度測定用の溶液を調整します。リコペンの吸光度測定に移ります。分光光度計の測定波長を472ナノメートルに設定し、吸光度を測定します。測定した吸光度が 0.2 から1の範囲に入っていない場合は、この範囲に入るように希釈倍率を変更して再度測定します。最後にリコペンの含有量を算出します。この式からリコペン含有量を求めます。例えば試料採取量5.14g、 吸光度が 0.472 の時のリコペン含有量は 67mg/kg です。説明した手順では、試料採取から30分程度でリコペン含有量の算出ができます。ぜひご活用ください。